はいどうも、ケマイです。今回なんですけど、アンセムのね、公式ライブがあったので、そこで発表された内容を、まとめていきたいと思います。じゃあ早速もう行きましょう。まずね、いつリリースされるかっていう話なんだけど、来週中には、リリースするっていう話でした。じゃあまず項目の1つ目、エリシアンキャッシュ、日本語で言うとエリシアンコ。これが何かっていうと、まずストロングホールドをクリアすると、ストロングホールドでボスを倒すと箱を落とします。この箱はデイリーをやってクリアした時にもらえる鍵を使って開けることができます。中に何が入ってるかっていうと、見た目に関する部分のアイテムが入っています。あとマスターワークのエンバー、これが30個とかそういう規模で入っていますと。でこの鍵なんだけど、チーム内で他の人が鍵を持ってて箱を開けた場合、そのアイテムも自分にもらえます。つまりチーム内で全員が鍵を持っていた場合、4つ分の箱を開けれるっていう感じですね。ちょっとこれがいいのか悪いのか置いといて、次行きます。次、攻防についての変更点です。攻防なんですけど、次のパッチから、ロードを挟まずに行けるようになりました。で出撃画面と同じように、フォートタルシスのどこからでもアクセスができるようになります。次、すべての装備している装備が、武器とギアの下に表示されるようになります。まあ、これが何かっていうと、今ってモッドとかがね、表示されてないんですよ。それがね、攻防のトップ画面でちゃんとモッドも表示されるようになるって感じかな。最後に、ステータス画面なんですけど、これはまだちょっと考え中って感じなんで、今は何もちょっと共有できることがないですよっていう話がありました。次、ルートに関するアップデートです。まず1つ目なんですけど、今回のパッチでは、まだマスターワークが確定っていうところは変わらないです。ただマスターワークの確定枠、それの他にもエピックの、まあ、アイテムがね出ていたと思うんですよ。であそこのエピック確定の枠がマスターワークかレジェンダリーが出る確率があるように変更になります。もう一個の変更点なんですけど、ストロングホールドとフリープレイにおける宝箱の、中身のね質が向上するみたいです。まあ、だから単純にマスターワークとレジェンダリーが出やすくなるのかなっていう感じで受け止めて問題ないとは思います。次、レジェンダリーミッションについてです。今回次のパッチで新たに6つのレジェンダリーのミッションが追加されます。この6つのうちどれかを1日に1回プレイできるって感じで、この6つのレジェンダリーミッションなんですけど、まあ、今までのミッションよりもより難しいミッションになってるみたいです。でこれの、ミッションの最後に絶対に R6 とかタイタンとかフューリーとか、ああいうモンスターが絶対に含まれるようになります。このミッションはマップにいる NPC から受けれるようになります。次なんですけど、 FOV オプションについて、これは PC 版向けですね。新たに FOV のオプションとして、グランド FOV、ズーム FOV、パイロット FOV、フライト FOV、スイム FOV っていうのが追加されるみたいです。まあ、そんな感じで軽く流しときます。次、もろもろのちょっとした変更点の話ですね。ちょっと数が多いんで、重要な部分だけかいつまんで説明していきます。まず1つ目、保管庫から解体するとめちゃくちゃラグってたじゃないですか。あれが修正されます。あのテンポの悪い解体です。次、クイックプレイの諸々のバグが修正されます。こっからちょっと多分ね、翻訳が怪しいんだけど、クイックプレイは部屋ができてから15分タイマーがあって、で15分経つとその部屋にはもうマッチングされなくなります。で同じようにストロングホールドはこのタイマーが2分になってます。始まって2分以上経ってる部屋には今後マッチングされなくなる。で多分合ってると思う。間違ってたらコメント欄で切れてください。次、死んでるやつを復活させると、てか復活させようとしてキャンセルするとタイマーがリセットされちゃうっていうバグの修正をするみたいです。バグだったのかよ。はい、次、あの四角とか、あと PC 版だったら F とかが効かなくて味方を復活できなくなるバグがあったと思うんですけど、それが修正されます。次、ジャベリンのスラッサーの量が 20% 増えました。それでもって、オーバーヒートしてしまった時の、クールダウンが 20% 減りました。 20% 減りましたってちょっと分かりづらいですね。冷却時間が 20% 短くなりましただね。次、セプターの格闘が格闘ボタン長押しで発動するようになります。ただし特殊スキルだけはこれの対象外です。もう俺何本指がもげてきたか分かんねえからな、これ。はい、次、
まあ、スターワークの固有効果がもろもろ、まあ、バグ修正だとか、あとは効果が上がったりだとか修正されるみたいです。次、マスターワークのエンバーのドロップ率が上がります。次、パイロットデータの取得に失敗するみたいなエラーの修正がちょっと行われるみたいです。まだ完全には治らないけどみたいな感じですね。次、消費アイテムなんですけど、消費アイテムの画面、名前とレアリティで、ちゃんと並び替えがされてる状態になります。最後に、まあ、ちゃんと問題視してるっていう部分ですね。ちゃんと運営が問題視してますよっていう部分、今乗ってるジャベリンとは違う種類のジャベリンのマスターワークとかレジェンダリーが出てしまうっていうやつ、パワースケーリングの問題、新しいストーリーと新しい敵に関する問題、あとゲーム内における新しいね、いいコミュニケーションの形を探してるみたいです。あとステータス画面、あとサポートギアのマスターワーク、最後に所持品スロットの拡張っていうところ、まあ、これらは、まあ、今どうするか考えてますって感じです。感じで多分これで重要な部分で言うと全部上げれたかなとは思います。明らかに翻訳ミスしてるとこがなければいいんですけど、あればなんか指摘してください。まあ、だから新しいコンテンツで言うとエリジアンコ、これがどうなるかだね。これのおかげでちゃんと今このゲームの一番の問題であるストロングホールドの途中抜け、これが解消されるのかどうかですね。まあ、これの他にもタイマーの話だとか2分タイマーの話だとか、あとボスを倒した時に落ちるエピック確定枠がマスターワークとレジェンダリーに変わるだとか、そういうところでどのぐらい変わるのかですね。いや、また一つ神ゲーに近づきそうなアンセムですが、これからもどんどんアンセムの最新情報を発信していきたいと思ってるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッターの方もフォローよろしくお願いします。というわけで、バイバイ。